どうも大月日です。今日はですねイクセスガンダムに乗ってきました。でね、まあこれリクエストがあったんですけど、イクセスのね格闘だけで戦ってほしいということでね、今回はイクセスガンダムの格闘だけで戦っていきたいと思います。でね、やっぱり覚醒はファイティングですね。で、僕これイクセスガンダムって言ったら今まで全く使ってなかったんですけど、格闘振ってみたらですね、横格闘が1段しかなくて絶望したんですよね。横角1段だけで、まあ、ビームライフルの火力高いんじゃねえかってぐらいの勢いだったんで、でいろいろ試したところですね、前格闘が3段格闘でね火力取れそうだったんでね、今回は前格闘を中心に立ち回っていきたいと思います。でね、相手はねニューガンダムとRKでね、ちょっと格闘火力も高いんで、ちょっと格闘振りに行きたくないんですけど、僕やれることはね格闘振るしかないんでね、とりあえず N 角を振って、おっと前角振ってきますがダメですね。しかしいい感じでロックも体力もね相手の取れてるんでね、どんどん行きましょう。でね、相手のRKくんも格闘機なんですが、どんどんおっと負けちゃいましたね。殴っていきましょう。で、格闘コンボ見せてくれたんでね、殴っていくよ。いいね、振ってく、エリカク振ってく、エネ振ってくよ、前振ってくよ、ボンボンと、いいね、177ダメージ振ってく。で、相方くんを助けなきゃいけないんでね、どんどん格闘吸っていきましょう。スレスレといったところでね、すりますが、ちょっと届かないですね。しかし、相方くんを守れてロックを集められてるんでいいと思いきや殴られてますね。どんどん殴っていきましょう。おっと、枯れちゃいましたね。ちょっとね、イクセスの格闘ね、僕の想像するね、80倍くらい弱かったんですけど、まあ、覚醒したらね、さすがになんか格闘強くなるっぽいんでね、どんどん振っていきましょう。高飛びを許せないよと、脅威の伸びを見せましたね、イクセスの格闘。で、どんどん、なんか横格闘もね、なんか段数が3台になっててね、ちょっと使いやすかったですね。で、どんどん、RK君落としていきたいところですが、ちょっと短期でね、落とせる機体じゃないんでね、ダブルロックでいきましょう。おっと、そしてホットスクラム君が怒りの前角を当ててくれてフィニッシュですね。まあ、奇跡的にね、いくつ格闘だけで勝ったんですね。まあ、ぶっちけると相方が強かったかなっていうところは否めないんですけど、まあね、なかなかいい試合だったんじゃないでしょうか。対戦ありがとうございました。